こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日前からまとめてみたかったバート・バカラックさんについてざざっとお話をしていくんですけど、ふと思い出してですね、僕平賀まりかさんとよく演奏するんですけど、平賀まりかさんが、バカラック本人にですね、自分のあの、クロス・トゥ・バカラックってバカラックさんの曲集を作ったし直接渡したってお話で、それ聞きたいなと思って、対談したんですけど、2人で2時間ぐらい喋ってたんですけど、面白いところをこうエピソードガガッとカットしました。バカラックの作品の中で一番衝撃を受けた曲はとかですね、レコーディングのエピソード、プロボーカリストから見てバカラックの曲の魅力は、バカラックの曲ちょっと分かりづらい感じがあるんですけど、魅力について聞きました。で、まあアーティストの苦悩、まあここら辺自伝のお話、2人で自伝読んでるので、ここら辺の話とか娘ニッキーさんのお話とか、この辺出てきます。で、ニューヨークシティセレナーデという曲ですね、この辺の、内容をやっていきたいと思います。で、対談してみてそのままカットしてみたんですけど、バカラックさんの全体の流れ分かってないと全然対談面白くないだろうなと思って、というわけでバカラックさんってそもそもどんな人かということですね。作曲家でピアニストで指揮者であってプロデューサーであると。で、見た目俳優さんみたいなんですね。もう素晴らしい人ですね。もう全てを持ってる、男だったんじゃないかなと。アカデミー賞3回、グラミー賞8回、ガーシュイン賞といただいてて、これあのオバマ大統領の前で演奏されたりとかします。4回結婚しててですね、死ぬほどモテて死ぬほど金持ちみたいな感じですね。実は椎名林檎さんに楽曲提供してるんですね。あと映画にも神尾出演しているということでですね、もう本当俳優さんとしてももう人生としても本当にこう、もう誰もが羨むような人生なんですけど、その人なりにもやっぱり苦悩があるみたいなお話がまあいろいろ出てくるかなと思います。まず作曲の大きな変革ですね。ブリルビルディング作曲時期、ブリルビルディングっていうのが後で出てくるんですけど、そこでまあキャロル・キングとかそういったこう有名なその当時のですね、ニューヨークの作曲家が集まって、で狭い部屋だったらしいんですけど、そこでこうピアノと、作詞家とでまあ作曲をするっていう、そう作業してると。で、他の音が聞こえてくるからみんな影響し合ってすごい良かったんだっていうお話なんですけど、まあそんな時代と、ハル・デビッドさんはブリルビルディング時代に一緒にやってるんですけど、まあもう完全に専属契約してディオン・ワイクとのタッグを組んで3人で曲をどんどんヒット出していくっていう時期があるんですね。まあこれはすごく一番あの有名な曲が多いんじゃないかな。で、一回ちょっと全然こう作曲しない時期があって、で、キャロル・ベイヤー・セイガさんと結婚して、彼女が作詞をすることによってやってる共作で、まあ、バンボンボンとこうグラミー賞を取ったりします。で、その後、彼女とお別れして、で、しばらくこう、まあ、個人です。活動されてるんですけど、まあ、エルビス・コステロさんとの共作っていうのが、まあ、大きくこの4つが作品がすごい違うんじゃないかなっていうイメージがしますね。幼少期はですね、自分 のバートって名前がユダヤ人の名前なので、ちょっと気にしてハッピーとあのお母さんから呼ばれてたそうですね。で、大学はモントリオール、マギル大学音楽院で、夏季講習、これ後で出てくるんですけど、ダリウス・ミオっていう人に作曲学ぶんですね。同じ時期にデーブ・ルールベックが習ってるんですね。ちょうどナチスの亡命で、この西海岸にやってきてて、その大学で講義をしてて、で、やっぱものすごく現代曲を書くので、バカラックが鼻歌で歌うメロディーを作曲することは別に悪いことじゃないんだよっていうふうに言われるという。だからその鼻歌で歌える曲みたいなのは作曲するべきではないけど、まあちょっと現代作曲をかなり習ってる方なんですね。まあこれが、彼がすごく変拍子を使ったりとか、小節数がすごく変わってる理由にはつながってくるんじゃないかなと僕は思ってるんですが、で、まあ、兵役時代にはね、ピアノを弾く仕事を担当させてるんですけど、もうこの当時から色男ぶりを発揮しててですね、大佐の娘とデートし始めてです、大佐にこう移籍させられてるんですね。で、除隊後はヘンリー・カウェルっていう方に作曲を学んでます。この当時、あの、有名だったビッグダモンっていう、歌の人に、あの、伴奏をして、で、ここでスリム・ブランディという人と出会います。まあ、この人はものすごくいろんな俳優さんと付き合ったりしてる人なんですけど、で、まあ、エームス・ブラザーの仕事とかいろいろやりながら下積み時代ですね。これ下積み時代なんですが。で、ポール・アスチュアートという人と結婚します。この人はね、女優さんですね。で、父の紹介で、まあ、彼女の伴奏をして、まあ、あの、なんかリチャード・ロジャースのオーディションの伴奏を、やって、実際にリチャード・ロジャースの前で弾いて、あ、帰っていいよって言われてるらしいんですけど、そんな時代なんだ、みたいな。で、ブリルビルディングっていうのがこういうあれビルがありまして、マンハッタン49丁目にあって、キャロル・キングとかポール・サイモンとか、まあみんなここの中でこう作曲をしてたって、すごい狭い部屋でね、作曲して、そういうたくさんの出版社とか、音楽会社がいっぱい入ってて、ここで全ての、音楽が決まっていったって言われてますね、この時代は。
で、ハル・デイビッドっていう人がすごくこの対談でもよく出てくるんですけど、作詞家です。まあ彼とすごく一緒にタッグを組んで共作を始めていくわけですね。ウォーム&テンダーとかマジック・モーメンツっていうのは、まあ今あんまり聞かないですが、ジョニー・マティスのために書いた、ペリー・コモンのために書いたっていう、この当時の曲ってもう作風がすごくはっきりしてて、もう本当にオールディーズっていうか、まあカントリーみたいな古いアメリカのポピュラーソングみたいな感じの曲ばっかり書いてますね。で、マレーネ・ディートリヒっていうですね、ヨーロッパの、すごいこう女優さんの、その人の、指揮担当ですね、ピーター・マッツっていう人に代役を頼まれて、まあ彼女にものすごく気に入られまして、ずっと指揮と、あとアレンジをずっとしてるみたいですね。彼女と出会うことによって有名人といっぱい出会ったので、で、シナトラとも出会って、ウォーム&テンダー聞かせてるんですが、シナトラはその時のことは全然覚えてないって言ってますね。まあ彼女の歌もこう指導しながらですね、まあ正直職人だから、本当に間違ってることが許せないんで、歌の指導もしながらオケのアレンジ指揮を、全部担当してたってことですね。でこの時に、やっぱりいろんな有名人が来るんで、ばったりであったビートルズに、これですね、もともとねシュレルズっていう人のバンドのために書いた Baby It's You っていう曲をですね、ビートルズがたまたま道ですれ違ったら、君の曲そういえばうちカバーしたよって言われて、で彼はビートルズのこと全然知らなくてですね、何のこっちゃって思ったらしいですけど、後から来たら世界中で売れてたっていうですね。このアルバム見たことないですかね、このアルバム中に入ってる Baby It's You はバカラックの曲です。本当に最初の頃はこういうポピュラーソングを書いてあるんですね。とうとうハル・デイビッドと専属契約でもう2人でタッグ組んで他の人使わないようにして、もう2人で一緒にどんどんの曲作っていこうっていうところに入りますね。この Wife and Lovers っていう曲ですね、この茶色のマークがついたやつは僕が今まで過去にライブで演奏したことがある曲ですね。なのでかなりジャズの人が使う曲なんじゃないかなということですね。まあジャック・ジョーンズのために書いたんですが、フランク・シナトラも歌ってます。ベーシーバンドでね、これクイシン・ジョーンズが、エルヴィン・ジョーンズのお兄さんですね、作編曲家ですが、彼がアレンジしてるんですよ。でなんで3拍子4拍子にしたんだって電話してるんですね。そしたらベーシーバンドはね3拍子は演奏できないんだよって言われたっていう話が書いてありましたね。ではこの辺のこのタルサですね、っていう曲とか、この辺はちょいちょい有名ですけど、この辺でちょっとこう頭角を現し始めますね。まあもうすでにまあ有名ではあったんですけど、作曲家として頭角を現し始めたのはこの辺りからなんですね。で、二人でディオン・ワーウィックの曲をどん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 書き始めて、ヒット曲飛ばし始めます。1962年ね、63年、64年でもどんどんこうヒット曲が増えていくわけですね。ウォーク・オン・バイはオバマ大統領がこう演説で歌ってるやつが確か残ってますね。まあこんな感じで32テイク録音したって言ってるので、もう何曲歌わせんのこいつって思ったらしいんですけど、確か4テイク目が撮られたらしいんですけど、とにかくこうものすごく神経質で何回も何回も撮る人だったらしいですね。でこの恋するハートとかね、まあ変則な表紙が入っててミュージシャン泣かせって言われたんですね。でこれシラ・ブラックっていう人がアルバムをコピーしてですね、ロンドンで大ヒットして、まあこれディオンヌがめちゃ怒ったっていうのが残ってますね。ハウスイズノットホーム、これはよく演奏しますね。ビル・エヴァンスの演奏、ね、ピアニストのビル・エヴァンスの演奏もありますし、エラの歌もあるんですね。ちょっと実話を元にした、売春宿の主人の映画の主題歌みたいなね、ポリー・アドラーっていう人の生涯を書いた映画の、まあ、挿入歌みたいになってるそうですね。で、初演のサビの音が間違って歌われててね、ブルック・ベントンっていう人が間違って歌ってるって言って、まあ、関係が悪くなって、何回も歌い直しさせるんだけど、レコーディングルームから追い出されるみたいな、録音してこれでも出しちゃおうっていう感じですね。そんな感じのものすごく職人肌の人だったみたいですね。で、アンジ・ディキンソンと結婚するんです。ホラッシュ・タラットさんは女優さんですし、お互いまあモテるものですから、適度に破局してたんですね。で、アンジ・ディキンソンっていう、このも女優さんなんですけど、まあお父さんとお母さんの紹介で会いまして、で、結婚するんですけど、この当時スリム・ブランディとしてはすでにもう浮気をしてらっしゃったらしいですね。で、スリム・ブランディはまあフランク・シナトラに言い寄られてて、私バカラックと付き合ってるのっていうふうに言ったら、フランク・シナトラが、しょうもない曲書くやつかって言ったっていう残ってるらしいんです。ですけど、まあその後フランク・シナトラがですね電話をかけてきて、一緒にアルバム作らないかって、まあ結局作ってないみたいですけどね。 I Say a Little Prayer って曲ですね、この辺もよく演奏します。でこの青でマークをつけた曲はマリカさんが歌ってるんですね。このサン・ホセはジャズの人あんまりやらないですけど、まあもうとにかく大ヒットした曲なので、この曲を歌ってみえます。でまあMake It Easy on Yourself とかですね、向こうもカンペーナーズも歌ってるし、ジェミー・カラムっていうジャズの、ボーカルピアニストの人が歌ってますね。
で、The Girls in the Love with You というですね、初めてのナンバーワンヒットがそうですね、ディオンのワークですね。で、アレサ・フランクリンも歌っています。で、これもね、マリカさんが歌ってるんですね。今、青をつけましたけど。アンジー・ディキンソンってめちゃくちゃ美人な人で、ものすごく足が綺麗だった人らしいですけど、まあ、両親の紹介で知り合って、女優さんだから、ウディ・アレンの映画の曲をこう、彼女が仕事を取ってきてですね、ファッツニュープシーキャットっていう曲ですね。この曲がもう有名だったのと、まあ、この辺の曲は全部有名になってますね。1965年ですね。What the World Needs Now is Love っていう曲ですね。まあ、ジャッキー・ディ・シャノンのために書いた曲なんですが、この曲もマリカさんを歌ってますね。65年結婚されて、で、あ、この時代です。ちょうど、で、ニッキーが誕生した年に、アルフィーを書くんですね。で、初のグラミー賞だったわけですね。で、シラ・ブラックが歌ってるんですけど、もう何回も歌わされてぶっ殺しやりたかったけど、とにかく彼は素敵だったという、やっぱりこう、女性から見てなんかこう、メロメロになるなんかこう、何かを持ってる人なんでしょうね。すごいかっこいいって言ってましたね。ザ・ルック・オブ・ラブですね。カジノ・ロワイヤルの映画。だから、この彼女と出会ったことで、映画ソングにどんどんこう進出していくわけですね。はい。This Guy's in Love With You という曲なんですが、これもマリックさん歌ってるんですけど、もともとね、This Girl だったんでらしいんですけど、性別変えてくれ、春に頼んで、This Guy's に変わったということですね。で、ミュージカルのアパートの鍵貸します。この Promises, Promises っていう曲が、5拍子、3拍子、4拍子、6拍子、3拍子、4拍子、6拍子みたいな、こんな感じの曲で、もう僕も聴いててよくわからない。よくディオノさん歌ってるなって感じですが。で、I'll Never Falling Up Again ですね。人生最速で書いた曲だということですね。Raindrops Falling on My Head ですね。皆さんもうここ聴いただけでわかる。めちゃくちゃメロディーが強いんですね。こういう、曲、こういうやっぱ映画曲ですね。アカデミー賞を取ってますね。歌曲賞とスコア賞を取ってますね。グラミー賞も取ってます。で、クロストゥーですね。ハープ・アルバートっていう人の、バンドのために書いたんですけど、ボツになって帰ってきて、で、カンペンダーで渡して最初のヒットになると。で、リチャードに自由にしていいけど、サビの最後だけ変えないでっていう話をして、これね、マリカさんとの対談でやってるので、この辺ゆっくりお話ししたいと思います。で、映画の失われた地平線っていうのが、これが大失敗に終わるらしいんですね。最初から失敗するって分かってたのに、なんか、まあ、やり逃げしたみたいな感じで。でも、作った時点でこれ絶対売れないって分かって、デルマパームスプリングっていうところですね、別荘を持っててですね、そこに引き込んでずっとテニスやってるんですよ。で、リオン・ワイクの次の曲書かなきゃいけないんだけど、ハル・デビッドと決裂してもう一度二度と書かないっていうから、そのまま雲隠れしちゃって、で、リオン・ワイク訴訟問題になる。でも、3人は全然一緒に演奏しなくなって、この後、まあ、80年に離婚するんですね。この後はしばらく引きこもって作曲もしないし、作曲しても全然売れないんですね。で、そこで新しい奥さんができるわけですね。キャロル・ベイヤー星がですね、彼女がもうバカラックに惚れてって形らしいんですけど、82年から91年まで結婚しています。で、まあ、この曲から、Stronger Than Before という曲からヒット飛ばし始めてですね。で、まあ、アーサーズテーマに関しては、マリカさんとの話でかなり詳しくお話ししますが、ニューヨークシティセレナデとも呼ばれています。これね、放題なんですけどね。で、これオスカー取ったら、これでオスカー賞取ったら結婚しようって言って、実際取るからこれで結婚したんですね。81年ですよ。だから、82年に結婚してますね。あと、ハートライト。これ、まあ、E.T. にインスパイアを受けて、で、発言したら、それは著作権侵害だと。要は、E.T. の名前を使ったからっていうことですね。まあ、で、まあ、ニューダイヤモンドと人と共作。確かね、なんか、これどう思うって言ったら、この方がいいんじゃないって言われて、で、共作にしといてって言われたら、おー、ヒットしたから、すごい、この人めちゃくちゃこれだけでお金をもらったと。で、まあ、レーガン大統領に招待されてホワイトハウスで演奏しています。で、ラブ・イン・ニューヨークということでですね、ここ1982年、ここでですね、ギオン・ノ・ワーウィックと再共演するんですね。でも大ヒットします。これスティービー・ワンダーとエルトン・ジョンが一緒に歌ったやつがありますので、YouTube よかったら見てください。愛のハーモニーっていう放題がついてます。まあ彼女作詞、もともとシンガーソングライターだったんですけど、作詞に回るんですけど、で、この最初の部分がどうしても1音が欲しいからって言って、最初の愛から始まっての End I にして、それが逆にすごく良かったみたいな。で、End I っていうのを使うのがこの後流行るらしいんですね。で、これ、あまりに売れたんで、なんか、エイズ団体に300万ドルね、これ売れたら、寄付しようってやってて、で、ディオノワウィックがお金欲しかったから、本当に寄付しなきゃダメって言ったっていう有名な話があるそうですね。まあ、グラミー賞受賞してます。
では、オンマイオン、とかですね、赤ちゃんとフレディがお好きっていう曲の映画ソングとかですね、こんな感じでね、映画キョングもどん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 ヒットを飛ばしていくわけですね。でも、すごい最高な人生なんですけど、まあ、二人の間に子供がなくて、クリストファーっていうね、この養子を取るわけですね。クリスター・エルトン・バカラックですね。まあ、これエルトン・ジョーンズと、まあ、エリザベス・テイラーから、名前を取ったそうなんですが、で、アレサ・フランクリの、まあ、名曲サムワン・エルス・ザ・アイズとか、この辺をもう二人で共作でバンバン出していくんですね。だからこの辺の時はもう作風的にはもうアメリカンポップスみたいな8ビートだしね。そんな感じですね。で、そのハルエビットのコロナはまあ結構ジャズにもアレンジしやすいような、まあポップスではあるんですけど、ジャズにアレンジしやすいような感じです。ここはもう本当にこの当時の、アメリカのポップスみたいなサウンドになってますね。で、まあ、この養子を取ったぐらいのあたりからですね、キャロルとクリストファーがですね、スキーで旅行中で気分が悪くなって帰った間に、このスキーのインストラクターとできてしまってですね、1993年に結婚するわけですね。もうキャロルにしてみたらもう、青天の霹靂だったみたいですね。もう、一緒にいるのがもううっとりしちゃって楽しく楽しくて、もうかなり年の差があるはずなんですけど、キャロルがもうベタ惚れだったみたいですから、僕は 55% 結婚式日なので2、3週間うちを空けますと言って、で、スキーに入れ込んでるんだけど、まあ彼女に入れ込んでたというね。2007年、ニッキーが自殺します。この辺のお話はですね、マリカさんとの対談で詳しくお話して、ちょっと重たい話です。で、2008年来日しててですね、糸は自由って曲を椎名林檎さんに送ってるんですね。まあロックフェスティバルで、一回演奏してて、ウキナっていうアルバムに、入っております。で、ローリー・オリバーという子供に巡られましてですね、ガーシュイン賞を取ってます。この時に、オバマ大統領の前で演奏してますね。ハル・デビッドが亡くなって、ロサンゼルスで、その2年後に亡くなられています。ギゼン・ハンソンさんと結婚してからですね、その後に活動してる間にエルビス・コステラさんとの共作があるんですね。映画、グレース・オブ・マイ・ハートでですね、God Give Me Strength っていう曲があります。ブリル・ビルディングでのキャロル・キングの話の映画らしいんですけど、まあ僕もちょっと見てないんですが、だからマリカさん、この辺の曲も押さえてるんです。だからこのマリカさんのアルバムって、だから全体的にバランスよく、歌われてるの素晴らしいですね。まあ、グラミー賞を、2曲受賞しております。コステラの紹介でですね、オース・パワーズっていう、映画に出てますね。1作目も2作目も出てまして、1作目は車の上で、弾いててですね、2作目は、まあ、バンドで演奏してるっていう感じの、路上で演奏してるっていうので、ここはちょろっと僕も見ました。という感じでですね、バート・バカラックさんの人生をザザッと追ってみましたが、本当に男前で、女性にモテて、お金もあって、ですね、有名な馬主でもあってですね、とにかく人生最高だったんですけど、まあでもやっぱり、伝記の中でも書いてあったんですけど、100% で自分は 50% 幸せだったなっていう、やっぱ金もあり、そういうところは全然苦労してないけど、まあいろんなところでやっぱり苦しいこともあって、まあ人より幸せだったと思うけど、幸せ度って言ったら 50% ぐらいだっていう話をしてるんですね。まあ、でも素晴らしい人生ですね。なかなか人が羨む人生だとは思うんですが、とお話ししてきたバカラックさんと直接手渡しできた平賀さんのお話から、バート・バカラックさんについてもう少し中で話せかなかった細かい話をしていきたいと思いますので、ぜひ最後まで見てください。ふと思いついて、あ、そういえばマリカさん、バカラックのトリビュート CD 作ってるわと思って。2007年だったかな、だったと思います。初めてニューヨークレコーディングをした、うんうんうん、もう私にとってはもうものすごく思い出深い記念すべきアルバムです ね、 ね、うん、でしかもその CD をバカラックさんにもお渡ししたという、まあ、それはね10年近く前かな、まだ私が事務所に入ってた頃で、うん、でその時のマネージャーすごい積極的で、うん、バカラックさんにせっかくだからこのアルバム渡しましょうよっていうのね、はいはいはい、直接知ってるのあったら、いや知らんとか言う私も知らないし、じゃどうしたらいいのって言って、なんか関係者にちょっと、打診して、要するにインタビューのお部屋まで入れるっていう話だったんですよ。でもう終わってなかなかバカラックさん来なくて、でいろんな新聞社だの雑誌社だのジャズ音楽雑誌だのいっぱいインタビュアーが来てるわけですよ。それで君たちは何だみたいに言われてだからものすごいなんか場違いで
でみんななんか腕章かなんかつけてるのに、うん、何もないわけですパスが、はい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 、まあいいとりあえず入ってくださいみたいな感じで、うんうん、その会場に入ったらバタンと閉められて、はいはいはい、大使のすぐ後ろがドア で、うん、で前目の前はそのもう報道陣でいっぱいなんですよ。ほうほうほうさん、ま、みんな立って待ってるわけでなかなか来なくって、うん、でなんか私とにかく一番最高列だから、うんうん、もうなんかお呼びでないっていう感じなわけですよ。もうもう片身の狭い思いしてたら、うん、ここでふっと見たらドアノブがくるって回ったんです。おう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 、くるって回ってバーンってバカラクさんが入ってきたの。でシャワー浴びたであろうコンサートの後、東京フォーラムでしたけれども、うん、あの白のなんかスポーツウェアかなんか着てきて、肩からまたこうタオルかける感じもかっこいいわけですよ。おう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 、まあ、ルックスちょっとおじいちゃんだけどもう光り輝いてるオーラが、うんうんうん、でパッと入ってきたから Oh, oh, this is for you とか言ってThis is, it's my own CD ってね渡したら Oh, oh とか言って、うん、パッとなんか反動で受け取ったでなんかあのタイトル見てニコッとかして Oh, thanks とか言ってね追い出されちゃって、あ、はいはい、とりあえず私だからよかったね、うんうんうん、そのバカラックさんに CD 渡した人って日本でもいないと思うんで、はい、めちゃくちゃモテるわけじゃないですか。めちゃくちゃモテる、もうなんかアルフィっていうのはあの人のこと言ってんじゃない、あーなるほどねまさにそうかも言うんじゃないっていうぐらいね、モテモテでモテだし、実際にね4度結婚されてるし、まあだからロマンチックでメロディアスな曲が書けるっていうのもあるんですよね、うんうん、でもなんか私あの人の歌の中で 100% ハッピーじゃない、うんうん、確かこれはハル・デビットの力もあると思うんですけど、ハル・デビットね、うん、そうメロディアスで美しいメロディーの中に何とも言えない哀愁がある。だから彼の中でやっぱりこう失恋して、うんうん、でもすぐ次が見つかるからいいんですけど。あ、なるほどね。次の日が使っちゃうからね。だからまあ恋愛のエキスパート。うん。並みいる男優さんがいる中で、こう男優さんが狙ってる女性を要はバカラックがパッて横取りしていくわけじゃないですか。うん、でもそのやっぱ雰囲気はある感じですか、やっぱりダンディーだったし、うんうん、まあおじいちゃんいい感じで年を取ってて、うん、なんとも言えないね、お金がありそうな感じするの。まあまあそうだよね本当に持ってるしねお金あるんだけど、うん、例えばまあクインシー・ジョーンズとかもお金あるけれども、うん、あそこまでのこうきらびやかなオーラってないだろうなみたいな感じ。まあミュージシャンとしてのオーラはあるんですけど、うん、バカラックさんの場合はやっぱりハリウッドの匂いっていうんですか、ああそういうのがあるんだ、ビバリーヒルズの匂い、うん、うんうんうん、なんかこうボワーっとオーラが、うん、スターのオーラみたいのがやはり見えましたね。なんかハリウッドというか、うん、俳優さんのようなちょっと芸能人っていうのかな、まあ上流階級貴族的なオーラがあるってことなんです。マリカさんがバカラックの CD を作るに至って一番最初にバカラックでこう衝撃を受けた曲って何ですか？私はやっぱりクロストゥーユー。あ、クロストゥーユー、うん、要するにカーペンターズが好きだったから、うん、なるほど、うん、でこんな素晴らしい曲って、うんうん、で私もともとジャズっていうよりも高校の時にギター弾いて、うん、女性と2人でデュエットのフォークソングのデュエットとかオリジナルとか作って、そういう女子デュエットをやってたんですよ。それでまあだんだん日本の、アーティストで、まあ、ユーミンとかすごい好きで、ユーミンのなんかジャズコードメジャーセブンってすごいとかね、あ、なるほど、思い始めたらやっぱりユーミンって欧米の音楽にすごく、うん、影響を受けてるわけじゃないですか、うんうん、プロコルハルムとか、うんうん、でイギリスの音楽やってる連中というのはハードロックやってた、ブリティッシュロックやってた友達なんかいっぱいいたんですけれども、まあ、ブリティッシュロック、まあ、プロコルハルムはいいけれどもブリティッシュロックというよりもアメリカの音楽ってどうなんだろうみたいな、うん、だん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 して、そしたらカーペンターズに
たどり着くわけですよね。なるほど、うん、でやっぱカーペンターズのカレンのクロストユーとか聞いた時にもう電気走っちゃって、うん、ダーッ、 あれは電気にも書いてあったんですけど、なんかあれだから最初8ビートみたいに最初演奏してて、うんうんうん、全然しっくりこなくて、そのバカラックさんがお兄ちゃんのリチャードにもうあの 自由に変えていいよみたいな、あのもっと好きにやっていいよ、ただ一つだけすごくこだわってたのが面白かったのが、サビの終わりのピアノがパラランパラランって入るじゃんみたいな、あれだけは変えないでくれって。お、要するにコール&レスポンスですよね。タラララララタラララン、タラララララ、それだけ変えないでくれって言って、であのお兄ちゃんがあのじゃあこれシャッフルみたいなスイングにさせてと、でテンポもちょっと落として演奏するといいんじゃないって言って演奏したのを実際にこう録音が終わってバカラックに聞かせたら、すごすぎるって言われたっていう。おお、それはでもバカラックさんの作曲力っていうかセンスっていうのがやっぱり素晴らしいからだよね。そうね、それを料理したっていうところはすごいカーペンターズのことを認めてて、すごいなと、うん、で最初なんか別の人に売ったのになんかボツになって、でカーペンターズに言ったら最初3回録音したけどボツになって、最後の最後であのアレンジになったのして、あ、そうなんだ。私がバカラック氏を作った時に、うん、まあ、マシューさんのアレンジじゃないですか、うんうんうん、マシューさんってのアレンジがまた非常にトリッキーで、うんうんうん、バカラックさんも3小節7小節9小節とかも読んでおいおいわけですよ。でそれにマシューズの変拍子入ってくるから、うん、私もグオー、なかなかアレンジを起こしてこなくって、ね、成田空港まであのアレンジの譜面プリントアウトして持ってきたマネージャーいたもんね。あ、無理だよって言ったら、いやいやマシューさんから昨日来たんで、で飛行機あのニューヨーク着くまでに飛行機の中で読んどいてください、っつってもうすごい大変でした。すごいかったですね。もうそれでスタッフがうちの社長とディレクターとあとうちのマネージメントの女の子となんか一緒に行ったんですけれども、うん、みんなガー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 寝てて、私ずっと明かりつけて読んでたんだ。向こうについてもみんなも盛り上がってるわけ、他の連中、うん、もうどこにご飯食べに行こうかとか観光に行くかとかね、お土産買いに行く、私もうブチ切れそうになっちゃってそりゃそうだわ私はもうとにかく次の日がアレンジチェックで、その次の日からもう歌入れなんですよね、うん、あ、ちょっとそんなことしてる暇がないからっつって、うん、ずっと一人でもう音源とアレンジと読んで、うん、そのもう夜になるとコンコン、あのお月の女の子から、うん、マリカさんクッキー買ってきたとかねどこそこ行ってね、あのねチーズケーキ買ってきたとかバカ野郎とかってでも出来上がったらものすごい高評価だったんですよ、うんうん、あれかっこいい、うん、マシューさんがアレンジを現場ですることもあって、うん、こっから先のアレンジちょっと時間をくれっていうのね、うん、後半レコーディングしますって、うん、Wait, wait, wait, thinking next partっていうわけです、うん、押すとみんなこうやって待ってくるとこうやってバーって書くんですね。だからアレンジってどういう風に浮かぶんですかって言ったら、突然降ってくるって言うんです。だからシャラッシャラッ、クワイエットっていうわけですよ、うん、離さないでっつって静かにして今降りてきてるっていう、うん、だからもう大変、うん、バカラックさんの曲って比較的多分あのあれにも入ってたでしょ、 House is not home とかも入ってたでしょ、うん、あれも原曲でもサビ三拍子になるじゃん。あれであれ拍取りにくいというか、おーおー、わけわからなかったです私歌い込めば歌い込むほど味わいがあるというか、まあ、うん、メロディーがきっちり立ち上がってくるっていうかね、うんうんうん、メロディーと歌詞がね、うんうんうん、なんかこうバカラさんの曲って、まあ、クロストゥユーは比較的その熱唱する部分があると思うんですけど、なんかふわっとしたまま終わる曲多いじゃないですか、ルックオブラブとか。はい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 、あのバカラックさんってヨーロッパの例えばラベル、ドビッシー、
でそこら辺にも影響、もちろんアメリカのジャズミュージシャンにも影響を受けて、うん、そしてそういうクラシックのヨーロッパのクラシックの、うん、美しい現代音楽というかね。そうですね、ダリウス・ミオに習ってますもんね。影響を受けてるので、うん、ちょっともエレガントな、うん、そうですね。だからルック・オブ・ランクなんかもまさにこう熱唱するとこはないけどずっとエレガントな感じしますもんね。そうですよ、いい曲ですよね、うんうん、マシューさん面白かったのは、うん、すごくアレンジしてて面白いって言ってて、うんうん、でアレンジのしがいがあるっていう、うんうん、メロディーがストロング、うんうんうん、メロディーが強い曲はどんな風にアレンジしてもなんかそのメロディーがやっぱりしっかり、柱がしっかりしてるから僕はアレンジしてて面白いなって。メロディーが弱いとアレンジが勝っちゃったりする。あー、わかるかも、うん、そういう意味では確かにものすごく個性的だし、うんうん、あの時代でだってあの人って最初の頃は本当にあのいわゆるオールディーズ的なやつとかいわゆるそのカントリー的な曲をたくさん書いてるんですよね、うん、初期は、うん、で突然やっぱ変わっていくというか、やっぱりディオンナ・ワーウィック、あ、そうね、うん、ディオンヌの良さを出すっていうにもこうフォーカスしたのかな、うん、それもあるでしょうね。ただまあなんか最初からああいう変拍子とかやっぱりちょっと現代作曲家に結構ついてるんで、レコード会社はこれを4拍子にしたら発表してあげるよって言われたりとか一般の人はやっぱりちょっと分かりづらいっていうか、あれ拍取れないわみたいなね、うん、そうですね。でも彼がだんだん有名になってきたら彼の方が強くなるから、うん、だんだんそういうのが発表できるようになってきたんだろうなとは思うんですけど、うん、だってアルフィーにしたってめちゃくちゃ小説数おかしいじゃないですか。あれ私やっぱり新人の頃は、うん、あのソロの後ドゥ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 から入ればよかったそうアルフィー変則すぎて分かんなくなるのよねバカラックさんがなぜアルフィーがそんなに好きなのかなって、うんって、うんうん、私不思議だったんですよ、うん、あのそんなに大ヒットでもなく、うん、クロス・トゥ・ヨークの大ヒットでもなく、うん、サン・ホセほどの大ヒットでもなく、うん、ハル・デビットの歌詞にもすごく感動してて、うんうん、で自分の人生にちょっと似てるところがあるのかなって思った。あ、それはさっきも言ってたし、プレイモテの男の寂しさ、うんうんうん、私あの昔のアルフィーは見てないんですけど、うんうん、ジュード・ローが主演した、うん、ニューヨークを舞台にしたアルフィー見たんですよ、うんうん、もう女の人を引っ掛けちゃって、うん、すごいだなんかひどいやつ、うん、こんなに人の気持ちをもてあそんで、うん、一体何が分かる、あなたに 愛の何が分かる、うんうん、っていうところがガーンとそんなことを言ってくれた女の人は今までいなかったわけで、うんうんうん、初めてそこからなんか脱皮して子供の感覚だったアルフィーがちょっと大人になる瞬間、うんうんうん、で最後とぼとぼ歩いて一番好きな人を失ってしまうっていう寂しさをなんか感じながら孤独との戦いになるわけですね、うんうん、でそこに What's it all aboutうんねうん、人生には何が大事かって分かってんのみたいなさ、うんうんうん、こう天の声でかかってくる、あ素晴らしいシーンだなと、うん、それでバカラックさんが共感するんじゃないの、あるかもね、絶対あると思うだって似てるんだもん、そうやってモテモテ で、うん、で本人も、うん、自分もその伝記で書いてるけどなんかまだ僕は若くてこういうことが制御できなくてみんなに申し訳なかったって書いてるから制御、うん、結婚生活っていうのは30以前にするもんじゃないって法律作った方がいいとか言って書いてある面白いマイルスと初めて一緒にご飯食べた時にそのバカラックさんがねでマイルスって自分の話ばっかりするんだってなんかもうドン引きだったらしいんだけどでも面白いでも一番尊敬してたミュージシャンにアルフィーっていう曲が本当にいいって言われて初めて自信を持ったって言って、あだからあんなにヒットメーカーでたくさんヒットしててもやっぱ不安になるみたいですね。作曲家ってずっとそれじゃないですか。やっぱりこう僕あのガーシュインの映画も見たんですけど、やっぱガーシュインもずっと不安で売れるんだけど自分は
こうちゃんとした音楽教育受けてないからっていうずっとそのジレンマで結構苦しんで交響曲書いたりしていくんですけど、そんなに才能があってもアーティストあるある、ありますね、失敗した映画ですごいこう下火になるじゃないですか一個、その映画を作ったおかげでものすごいこう悪評が立っちゃって、で3番目の奥さんと出会って共作するまでずっとヒットがないんですよ。キャロル・ベイヤース映画、そうですそうですそうです、そう作詞家にあったね、うん、作詞家の方ね、そう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 、3番目の奥さんと2人で共作するまでヒットがないんですよ。あのハル・デビットと別れちゃったからでしょ。そうですそうです、その映画でハルと喧嘩になって、でディオン・ノワーエクとも結局そのなんていう契約不履行って言って裁判沙汰になって、3人ものすごい大喧嘩するハルと一緒じゃないから結局何をやってもうまくいかなくて、うん、すごい苦しんだんだってね、で私ハル・デビットとあのバカラックさんのその確執の、もうなんか決定打になったところっていうのがすごく面白かったんですけど、ハル、ってある意味天才なんですって、ものの5分で書いちゃうんだって歌詞。バカラックはもうとにかくオーケストレーションにこだわる、でここでフリューゲルを入れて、ここでストリングス入れて、ここで、コーラス入れて、でまあだから労働力が春の何倍もあると、だからなんか印税とかが春だった、であの春はもうパパッとかはいできたっつってゴルフ行っちゃう、そう今ゴルフ中っていうの、これであのバカラックはもうスタジオの中でこんな悩んでて、ここでフリューゲル入れるべきか、あの本入れるべきか、コーラス入れるべきかとこう悩んで、時に春どうしたらいいって電話すると、今ゴルフ中だからって言ってブチ切れて、それでなんか電話をして、その君と僕が五分五分のその印税おかしくないか、労働力が違うじゃないか、だから7-3ぐらいにしてくれって言ったら春がブチ切れて、じゃあとのコンビはこうあの解消するって言って、でバーンって別れたらしい。そうそれも読みました。本当にそうね、あるあるですね。でもあるでしょうね、後でバカラックさんそれでよく考えてみると、ハルさんはメディアに全然出てこないじゃないですか、でも結局バカラックさんの方が結構見た目もいいし、ピアノも弾けて歌も歌えるから、ハル自身も作業量は少ないと思ってたかもしれないけど、ちょっとこう羨ましいと思ってたみたいなんですね。本当、だから半分じゃなきゃ嫌だって思ってた。要はロジャース&ハートみたいに言われないんですよ。バート&ハルっていう風に言われずにバート・バカラックって言われちゃうのが、すごいハルはすごいこう気に触ってたみたい、すごくそういうのがいっぱい出てた。本当にだから半々でいてくれるから一緒にやれてたっていうところがあったみたい。なるほどね、深いですね。そう、でそれを後でゆっくり考えてみたら分かって、誤ったことによってまたあの20年ぐらい一緒にやってないんですよね。そうですね、でもその後で共作してもあんまりヒットしなかったっていう。そう、何なんだろうね、そのなんかヒットが出るリズムっていうか、時と場合っていうのか、時代っていうのか、あれマリカさん見たんですか、その娘さんのためにこう指揮してるそのバカラ見た、もう素敵でした、日記っていう曲、もうメロディーも美しいしね、でここで、あれってレコーディングして、あれリハーサルなのか分かんないんですけど、すごい叫びまくってんですよ、ドリンクスストレンス、ゴー、ゴー、パワフォーとかね、言ってんですよ。で、あのビュー、こうサイレンス、サイレンス、サイレンス、とか、もうそうやってこう指揮をして、で次フリューゲル、次なんとかコーラスなんとかってこう全部指揮して、で自分でこうピアノを立って弾きながら、ネクストなんとかっつってやってて、
ちょっとそれ見て惚れ惚れしちゃった。あ、やっぱかっこいいですね、やっぱりね、そういうで才能、うん、才能がこんなにあるんだろうって。そうですね、うん、ニッキーと一緒にこう自分家のお庭で手つないで遊んでる動画も出てくるわけ、うん、あはははは、だからもううおーとかなって、うん、もうなんかこう感動して、ね、で亡くなってるんだよね。そう、自殺なんですよね、あれが。でやっぱり精神的な病気だったのね。そうですね、うん、そう、なんかアスペルガーって一応今のその当時はアスペルガーって診断されることはなかったんですけど、もうあの10年ぐらい施設に入れてて。10年も。そうで、それはアンジー、その2人目の奥さんとの子で、アンジーさんがあまりにも構うから治らないんだって言われたから、アンジーさんが構わないように施設に入れることを許してくれって言うんですけど、もし入れないつもりだったら法的な処理をするって言って、もう別居してたから。あ、で奥さん的にももう財力でかなわないから、もう絶対負けるし、あの飲んだらしいんですけど、で10年間施設入れてて、最初は面会すごい行ってるんですけど、そのお医者さんが良くなかったみたいで、要は バカラックさんだからお金いっぱいあるからっていうことで引き延ばしたかったからあじゃないかって言われてるんです。本当かどうか分かんないけど、それで親が面会に来ると治りませんよって言われて10年間放置するんです、で出てきたらかわいそうだよ、子供だもん、うん、で出てきた時にもうそのニッキーはお父さんのせいで私はダメになった、ずっと治らなかったって言って、最後自殺した時も遺書でお父さんのことボロカス書いてる遺書が残ってるんですよ。あ、かわいそうだった。私あれすごいそこのところあの読んだらもうなんかすごい涙になって、いやで今みたいにこう SNS とかが発達してないから、ちょっと軽く連絡を取るっていうのができないじゃないですか。そういう意味であの状態 で実際お医者さんからそうやって言われちゃったら、いや本人もすごい悩んでたみたいなんですけど、なんか最後死に目に会えない、死に目に会えないっていうか、そうそうそう、ね、仕事中に電話かなんかもらうんだよね。うん、そう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 、自殺したっていうのは、うん、そうなんですよね、かわいそうなエピソードですけど、仕事人間でもあったんじゃないですか。いやそうです、そうです、そうです、絶対ね、必然的に会いになかなか行けなくなっちゃうっていうの。そうですね、うん、やっぱり会いたかったんじゃない。いや会いたかったと思いますよ、すごく。最後の奥さんとのことはもう本当にずっと一緒にいるので、やっぱ子供は好きだと思うんですよね、やっぱり、うん、きっと遊んでるとこの動画なんかもう本当に仲良くって、うんうん、なんでこの子が自死しちゃうのかなって思ってました。ね、可愛がって日記っていうタイトルの、うんうん、ブルーオーケストラの、うん、らしい曲まで作って、ね、だ愛情はすごくあったのにね、うん、作曲家でありながらスターの光が強くって、うん、で例えばマイケル・ジャクソンなんかやっぱり、うん、あの光が強い分影も濃いって言われて、ね、うん、やっぱバカラックさんもまあ光ばっかりではない。そうだよね、うん、だまあうん、私たちにとっては彼の音楽を称賛して受け取る人間としては、まあ、魅力的な音楽ではあるかなって、うん、そうですね、うん、哀愁というかアルフィーにしてもちょっと寂しいところがあって、うん、A house is not a home とかね、ハル、うん、さんの、 あの歌詞の素晴らしさもありますけれども、うんうん、あの歌詞と一体になったメロディーの切なさみたいのを、うんうん、それをなんか最初からドヨーンとマイナー調でいくんではなくって、うんうん、いやなんだけど美しいコードもいっぱいあるんだけれども、もう何とも言えなくグッとくるの、うんうん、まあ、やっぱりそのこのバカラックさんのこの楽曲作曲人生の中でやっぱり一番輝いたのはやっぱハル・デビッドさんと一緒に組んでるやつが一番なんかやっぱり味わい深いかもしれないですね、やっぱり。そうです ね。キャロル・ベイア・セイガーっていう人がアルバムを作ってたと、うんうん、ちょっと興味があって、当時 LP なんですけど、うんうん、私聞いたことがあっ
あるんですよ、うん、こいっちゃなんですけど、すごいとにかく美人じゃないですか、うん、で可愛くてスタイルも良くて、こんな女優さんみたいな、うん、綺麗な人のシンガーソングライター、で私もまあちょっとだけシンガーソングライターの時代あったから、うんうん、ね、聞いてみたいなと思って聞いたんです、うん、はっきり言ってね、あんまり面白くなかったの。例えばシンガーソングライターでいうとキャロル・キングみたいな感じの、うん、なんかこうパワフルなメロディーと歌詞っていうのはなくって、うんうん、なんか割と印象に残らない歌も、うん、顔はいいけどルックスはいいけど点でダメだなって実は思ってたの、うん、へー、私的には、うん、これはやっぱりジャニス・イアンとかさ、あの、まあ、リッキー・リー・ジョーズとかもいたし、うん、リタ・クーリッジとかとね、そういうキャロル・キングとかさいたわけで、まあ、そういうのをちょっと期待してたら、うん、なんか全然心に残らんとか思って、うん、なんだかルックスだけだなって自分の中では思ってたの、うん、だからキャロル・ペイアン・セイガーと結婚したって聞いた時、うわーってびっくりしたんです。でそれでと、あ、彼女との成功した曲っていうのは、うん、アーサーズテーマですよ。アーサーズテーマね、うん、映画ミスターアーサーっていう映画のね、うんうん、中の曲で、映画ヒットしなかったらしいんですよね、うんうんうん、みたいですね、うん、でもなんかそのあのあらすじとか私見てないんですけど、うん、あらすじをこう読んで初めてあの曲の歌詞の世界がわかるんですよ、うんうんうん、でこれも、まあ、アーサーという人とアルフィーという人はちょっと似てるんですけれども、で境遇はあの全然違うんですね。その、うん、億万長者の息子、うん、で自分で働いて生きていくっていうことができないです、うん、あの自分で人生をこう構築していくことができなくて、うん、もう常に楽をして生きようと、なるほど、とお父さんの遺産で食って、うん、いけるぞみたいな、うん、政略結婚をしてくれれば遺産は全部お前に渡すって言って、うん、お父さん会社と合併してその娘と結婚してくれる、うん、お前はそのまま会社継いで、うん、金持ちのまま生きていけるぞって言って、そうか俺はラッキーだって思うんですよね、アーサー。それがニューヨークの街中で普通の女の子に恋をするわけですよ。その時に悩むわけですよね、うん、本当にこのまま父親がマスターズチョイスっていう歌詞が出てくる、うんうん、マスターズチョイス、彼が選んだ僕の人生を歩んでっていいのかっていうところがある、うん、それで一人でこうニューヨークの街を散歩してる時にお月様がすごく綺麗 で、うんうん、でニューヨークの街 の、 あの夜景もすごく綺麗で、うんうん、でここ の、 あの月と、この夜景の間にもう一つ大事なものは彼女と恋に落ちること、うん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 、で月の美しさとニューヨークの街の美しさに心を捉えられたら、さあ彼女にここで恋を打ち明けようっていう、そういう歌詞なんですよ。なるほど、うん、そしたら君の人生は完璧だ、うん、というのね。だから私好きで最近また歌ってるんですよ。おう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 。で最初クリストファー・クロスが発表して、うん、1981年ぐらいの作品でね、うんうん、で邦題がニューヨークシティ・セレナーデっていう邦題を変えて邦題にして、うん、それでまあ日本人にはものすごいこれ売れた、売れましたね、僕も、ね、いましたこれ、うんうん、でやっぱりそういうのちょっと深掘りしてみると、うん、ああなるほど、こういう歌詞でこういう物語でこういうことを歌ってる、うん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 、思ったらすごく歌っててまた楽しくなって、なるほど、うん、最近またちょっと歌ってますね、うんうん、皆さんニューヨークに観光に行くときはバンドにリクエストするとき、ニューヨークシティセレナーデは絶対知らないからバズテーマと書いてリクエストしてくださいって。なるほど、みんなメモりますよいろいろお話してきましたが、はい、クロストゥバカラックでしたっけ。あ、はい、ね、アマゾンにもありまして CG にはこれ中古しかないんですかね。
もう今ないんですよ、ね、私の手元は0枚。 Amazon で普通にあのダウンロード形式だとあのストリーミングもできるし、あー、そっか、でも買えるっぽいですね。あー、だ、じゃあジャケットの分がないんです、うん、なるほど、そうそれがないんですよ、それがない。あ、というわけで本日は以上になります。今日は平川真理香さんに来てもらいました。ありがとうございました。